はい、皆さんこんにちは。前回の動画でですね、このパレットの、物置の基礎になる部分を、ある程度レベル出しをしましたので、その確認をね、今からしていきたいと思います。で、今回はですね、こちら、シグマンさんの前回レビューしましたこのレーザー炭出し器で、このレーザー炭出し器はですね、前回コンクリートのブロックでね、一回試しにね、基礎の方作りまして、その時にね使ったんですけれども、今回ですね、新しくこちら専用の受光器、これをねいただきました。で、シグマンさんからね、新しく出たばかりのこの受光器ね、ご提供いただきましたので、これを使ってね、どれぐらいこう日中のね外の作業でできるかっていうのをね、ちょっとやっていきたいかなと思います。で、こちらはね、本当にまあ単純です。私がいつもね、動画で使ってるこのトプコンのね、レーザーレベルと、あとこれね、まあこういった受光器を使ってやってますけれども、これとね同じようなことがね、おそらくできると思うんです。まだ使ったことないですけどね。なので、ちょっと今回はこのトプコンのレーザーレベル、こちらと、あとシグマンさんのね、レーザー炭出し器と受光器を使って、2つを使ってね、ちょっと確認、まあこちらの機械もね、まあ結構高価な機械ですんで、これでね、水平取れたものをちゃんとこちらでね確認できるかっていう、まあ答え合わせっていうかね、それをやっていきたいかなと思います。じゃあちょっと中身の方ね、ご紹介していきます。はい、じゃあこちらはね、もうそのままですね、レーザー受光器ということで、電池はねもう入れてあります。電池もね全部セットでついてきますんで、新しくね買わなくても大丈夫です。この9ボルトタイプのね、この電池を使います。で、電源を入れて、ボリュームがね結構高いんですけども、ちょっとね何種類か選べるようになってます。はい、こんな感じですね。で、ホルダーもねちゃんとついてきてますんで、もうつけちゃおうかな。こんな感じでセットできます。こんな感じですね。あ、こっちだ、こっちだね。はい、で、ここにね、くぼみがあって、ここに突起がありますんで、まあこれをねぴったり合わせると、こうネジ山がね、合うようになりますんで、これで締めていきます。はい、こんな感じですね。あと、ここはねバカ棒とかをねつけるためのやつですんで、先ほどのね、トップコンの受光器、まああれと同じ木にね、つけていきたいと思います。で、使い方なんですけれども、受光器の内容物はねもうこれで以上となってます。で、こちらにね説明書がありますけれども、はい、日本語の部分はね、この2ページだけになってますね。はい、で、レベルがねここで見れます。もちろんね、ここの表のところで見れますし、横にもねここがあるんですよ。あと後ろね、こちらで、3方向でね、確認できます。で、一番上にね、水準器の方がついてますんで、まあこれでねある程度正確な測定ができると思います。で、この受光器を使う際なんですけれども、こちらのね、炭出し器、こちらをね、ちょっと設定を変えないといけません。通常のモードですと、反応しないんですね。で、パルスモードっていうのがありまして、ちょっと試しに一回だけ押してみますね。はい。今ね、試しにね、一回だけ押しました。これ多分ね、パルスモードになってないと思います。はい、なってませんね。今ね、受光器当たってるんですけども、なんないですね。はい、じゃあね、まずパルスモードに入れないといけませんので、パルスモードね、今セルフレベリングモードになっておりますんで、電源ボタンを長押しすると、パルスモードに入ってインジケーターランプが点滅するとなってますんで、ちょっと長押しします。あ、点滅しましたね。あ、なった。こんな感じですね。見えるかな？はい、こんな感じ。で、上とね、下でやっぱり音がね、変わりますね。音がね、結構でかいですね、これ。これにも、あ、これにも変えれますね。
この点滅の音の仕方はね、他のトップコンとかと同じですね。レベルがね、低いと遅い点滅で、高いと早い点滅になります。こんな感じでね、あと音なしとこのうるさい音とね、3種類選べますね。はい、まあこんな感じですね。まあ使い方は至って簡単です。まあこちらのね、シグマンのレーザー墨出し機の方持ってれば、もうこれをね、追加で買うだけでできます。で、他のメーカーはね、基本的に推奨されてないんですけれども、パルスモードに入れることができれば、おそらくできるかなと思います。やったことないですけどね。じゃあこれを使ってね、ちょっとそちらのパレットの基礎のね、レベル出しをね、確認していきたいと思います。はい、じゃあ前回買ったね、このヒューパーさんの、この、レーザー墨出し機用のエレベーターね、三脚エレベーター、これを使ってね、やっていきたいと思います。で、これはね、シグマンさんのは、下の三脚もね、一緒に、このエレベーターに取り付けると、こうね、回転させることができますんでね。で、ヒューパーさんの三脚は、大きい方のネジとちっちゃい方のネジ、変換がついてますので、まあ、どっちともできます。この、付属の三脚なしでね、レーザー墨出し機だけをつけることもできます。まあ、今回はね、ちょっとこれでやっていこうと思います。はい、じゃあまずね、バカ棒に取り付けて確認の方していきます。はい、それじゃあね、今2台ともね、こんな感じで準備できました。で、受光器もね、こんな感じでね、セットしましたんで、まずね、トップコンの方からね、見ていきたいと思います。で、こっちはね、一回消して、トップコンの方だけね、やっていきます。まずこれでレベルが合ってるかをね、確認していきたいと思います。はい、じゃあね、まずね、端っこの方からね、見ていきたいと思います。はい。じゃあ今ね、このトップコンね、まあ受信機はね、ちょっとソキアさんのですけども、トップコンのレーザーレベルでね、すべてのパレットが、音が鳴ることね、確認しました。じゃあ次はね、こちらのシグマンさんのね、墨出し機と、あとシグマンさんの、こちら、受光器の方をね、オンにしてやっていきたいと思います。下は消します。はい。はい、いかがでしょうか。今ね、全く同じ鳴り方ですね。もうトップコンさんのと、まあ製造的には問題ないかなと思います。まあパレットの方もね、無事、水平出し絵はねできたということで、いやーこれすごいですね。この高いね、トップコンさんとかのこのレーザーレベル、こちらですね、いやこれとね、もう同等の性能がありますよ、こちらはね。で、
ちょっとね、距離どれぐらい行くかね、ちょっと試しにやってみたいと思います。はい、じゃあ今ね、入り口の鉄板の上にね、レーザーレベル置きましたので、で、これね、はい、この受光器どこまで届くかね、ちょっとやってみたいと思います。あ、来た来た、あ、こんな下なんだ。あ、来ますね。ここからだと今20メーター以上、30メーターないぐらいかな、になりますね。はい、どうだったでしょうかね。今回ね、新しく出たこのシグマンさんのレーザー墨出し器用の専用受光器ということで、これをね、試しに使って、基礎の方のね、レベル出しを確認できました。まあ精度的にはね、そちらのトップコーンの、回転レーザーとね、同じぐらいの、誤差というかね、の結果になりましたんで、まあ比較的ね、実用的に使えるかなと思います。で、距離的にもね、私が今見た感じで大体40メーターぐらいですかね、そこのね、残土の奥の方まで届きましたんで、まあこんなにね、今日快晴なんです。ほらすごいでしょ、こんなにね、快晴で日光がね、バチバチに当たってるんですけども、それぐらいはね、届きます。で、これ変えちゃうとぶっちゃけね、この回転レーザー何万円もね、何十万円とかするね、回転レーザーある程度だったらね、買わなくてもこれで済んじゃいますね、ほんと DIY 程度であれば。いやー、これはすごい。でね、これ新しくね、出たばかりのこのシグマンさんのね、 CLD100 っていうね、専用受光器になりますんで、まあこのシグマンさんのね、レーザー墨出し器持ってる方、この CM701 ですね、持ってる方も持ってない方もね、セットでこれ買われるとね、非常に、十分 DIY ではね、使えるものになるかと思いますので、こちらの商品リンクの方をね、概要欄の方に貼り付けしておきますので、まあ、よろしければね、商品の方見ていただければと思います。はい、じゃあ次回はね、あと基礎の方出来上がってきましたんで、物置の組み立てに入りたいと思いますので、この動画ね、ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。